この春ピカピカの1年生になったのは沖縄市の泉川志保ちゃん。入学式当日は普段よりテンション高めで、朝から得意の縄跳びで心弾ませています。ゆっくりでいいよ。志保ちゃんは7年前、身長31センチ、重さ692グラムという超低出生体重児で生まれました。突然破水が起こり、生まれたのは25週目。腸に穴が開いていたことで、生後10日には大きな手術を受けました。お母さんが抱っこできたのは、生後3ヶ月以上経ってから。保育器を出た時には、6ヶ月になっていました。なんかもう信じられないです。ランドセル背負ってる姿がもう、なんだろう。あの時は考えられなかったので、嬉しいですね。退院後は時々入院することもありましたが、合併症もなく、少しだけゆっくりなペースで成長してきました。今では年に一度、発達具合を見てもらう程度となっています。出生時の身長がこのランドセルと同じ31センチだったんですよ。その子が今このランドセルを背負ってっていうのは本当に感慨深いなと思いますね。一番何が楽しみ？小学校。ガリガガのとか漢字とか。いつもさ、お家帰ったらさ、勉強するんだもんね。大きな困難を乗り越え、負けん気の強いウーマクーな女の子に成長しました。時折緊張した表情を見せながらも、期待に胸を弾ませ、友達と楽しそうに過ごしました。入学式のその日、晴れ姿をどうしても見せたい人がいました。志保ちゃん、お久しぶりです。はじき先生、赤ちゃんの時はありがとうございました。こんなに大きくなりました。赤ちゃんの時先生見てたよ。そっかそっか、 ありがとうございます。すごい、しほちゃんが書いてくれたの。上手だね。当時の主治医、吉田夏樹先生です。しほちゃん大きくなったら何になりたいの？そういうの聞いてなかった。お寿司屋さん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 。何が好きなの？お寿司は。ピマグロ。マグロ、すごいな、大人だな。当時写真を撮る余裕もない母親の綾乃さんに、看護師さんらが中心となってつけてくれた日記です。大好きなみんなへ、今日もパパママもうすぐ来るかなって待ってるよ。退院した時はちょっとこれも見れなかったんですよ。あ、なぜですか？ちょっとやっぱ当時のこと振り返ったらちょっと不安なのも思い出してしまって、だけど今はもう本当に元気だし、こんなことあったんだって、今になってやっとなんかちゃんと見れるようになったっていう。当時は不安で先生に話しかけられなかったという綾乃さん、今では嬉しそうに志保さんの近況を報告します。できる、ここまで成長してくれたっていうのはすごい嬉しい、来てくれてとても嬉しいです、本当にただ生まれてもう本当に絶望、明日どうなるか明後日どうなるか本当に分からない状態だったので、まず一つの節目を迎えれたのが本当に周りのサポートがあったのが一番だなと思って、たくましく育ってほしいです。ランドセルと同じ身長で生まれた志保さん、大きな希望を詰め込んで新たな生活に飛び出しました。